こんにちは今日は韓国のヒュンダイ今呼び方は変わってヒョンデになっていますけどもそちらから発売されている電気自動車 iONIQ5 のインバータを分解しますこれです前回から引き続き名古屋大学でパワーエレクトロニクスの研究をしている山本先生からこの iONIQ5 の分解用のインバータを借りることができましたですのでこれを分解しますえまず外観とスペックを軽く紹介しますこれがまあ見た目ですね で裏にも一応基板が1枚いいていますここに赤いキャップがついていますけどこれは冷却水の出入り口ですねここに冷却水を流しますこのインバータ一目見てもらえればわかると思いますがとにかく小さいそして薄く作られていますちなみに i o n i ク5のインバータはパワー半導体モジュールには SICMOSFET を使用しています SIC を使って低損失なので薄く小さくできそうな雰囲気はします IONIQ5 のスペックを軽く紹介しますバッテリー電圧は 653V これはグレードの高いもの限定ですで一番下のグレードだけバッテリーの電圧は少しだけ低くて 523V です次にインバーターの電力ですがここに置いてあるのはリアモーターを駆動するためのインバーターです モーターのスペックは 160kW ですで。一番下のグレードだけモーターのスペック少しだけ低くなっています。kW が少ないです。まず全体がどういう風に接続されているのかを見ていきます。え基本的にです、ね、ここが入力の端子ですね。これ邪魔なので取ってしまいます。ここにバッテリーの端子が接続されます。この端子の生えている部品、これはフィルムキャパシターです。これですね。 このフィルムキャパシタを見てもらうと分かるのですがこの絶縁されている部分に紙のようなものが使われていますここもそうですねここはインバーターのプラスマイナスのところですがその部分にも紙がですねこういうふうにラミネートされています変圧器の絶縁に紙を使うことはよくあるのですがまさか電気自動車のこういったバスバーの絶縁に紙を使うとはこれ個人的にはかなり衝撃的な出来事です でこちらの紙のようなものについては電子顕微鏡で観察しましたので後でお見せしますでフィルムキャパシタが収まっていたところの下側に放電用の抵抗がついていますで線が3本ついていますでここの線は共通ですですので電位の違うキャパシタをこの抵抗で放電していることが分かりますちなみに裏面を見てみるとこのように銅箔が張ってあって放熱の効率を高めています フィルムキャパシタを通った後パワー半導体があります。これはパワー半導体の上にゲートドライブ用の基板が乗っかっています。こちらですね。こちらのゲートドライブ基板の下にパワー半導体のモジュールがついています。こちらインフィニオン製の SIC MOSFET モ,モジュール 6-in-1 タイプです。こちらの裏側に水冷に使われる冷却用のフィンがたくさんボツボツボツってなっています。 インバータの裏側を見てみるともう一枚基板がありますこちらですこれはインバータの制御基板ですで外に接続するコネクターがあってこの制御基板を制御する基板みたいのがさらに外にあるとは思いますけども今回はインバータの分解ですのでそちらは外していますこのインバータの制御基板が何を制御するかなんですけどもまず一つがこちらのゲートドライブ基板を制御します この制御基板とゲートドライブ基板は、ここにコネクターがあって、そこで接続されます。接続は金属でコーティングされたフラットケーブルでできてます。今回実物は入っていなかったので、ツイッターから借りた写真のみの掲載です。制御基板に接続されるものがもう一つありました。ここに入力の端子があるのですが、ここにあるものです。これは直流のリレーです。パナソニック製です。こちらの直流のバスバー、実は 端子が4つあるんですねこれはちょっと後で説明しますそしてその下に電流センサーがありますえホールセンサーでしょうか3つありますねこの電流センサーは先ほどインバータの裏側にある制御基板に接続されていますで電流センサーを通った後にこの端子がこういう風に入ってでこっからですねモーターに接続される構成になります インバータに詳しい人がこれ全体を見るとどこか違和感を覚えるかと思いますまあそれは何かというとまずこの入力の端子が3つありますと通常インバータの入力は2つあれば動きますそしてさらに出力の端子部分です出力の端子通常の3層インバータは端子3つあればモーターを回すことができますがこの IONIQ5 のインバータはなぜかもう1端子あります この3つの端子はモーターの UVW 層ですでもう一つある端子はバスバーでここにつながっていてリレーを通るとリレーを通って最初の入力端子のところに接続されます通常のインバータとは違った不思議な構成になっていますなんでこういった構造になっているのかこれは後でフィルムキャパシタを解析するときに同時に見てみます 部品点数はかなり少なくなっていてこの制御基板とあとはこの取り外し可能な部品だけでできています非常にシンプルな作りです分解も簡単にできて非常にシンプルな作りになっていますシンプルイズベストですでこれは水冷されているわけなんですけどもここに水が流れる通路がありますここから入ってきます でここにパワー半導体のモジュールがこういうふうに配置されるわけですけどもこの部分ですね少しだけ狭くなっていますですのでこのモジュールの裏についている部分の流速を上げることで冷却の効率を高めるそういった構造になっていますで水が入ってきて次こちらの穴に入っていくんですけども今度こちらはフィルムキャパシタを冷却する用の流路になっていますこんな感じでフィルムキャパシタが裏面から冷却されます でこの裏を見てみるとこちらに冷却水が流れる経路がありますねそして熱を奪った冷却水はこちらから出ていきますアイオニック5のインバータ入力に3端子そして出力に4端子ある、まあ、とても不思議な構造をしているのですがこの端子なんだっていう話ですね実はこれ充電に使われています まず出力部分の4端子から見ていきます通常の UVW の3端子分これはモーターに接続されていますじゃああともう一つの端子これは何かこれはですねモーターの中性線をこのように全部まとめてそれを引き出したものがこちらの端子に接続されますでこの時点で気づいた人はおもしかしたら思うかもしれません次入力の3端子ですね PN の部分はバッテリーに接続されています。バッテリーの 653V です。残りの1つの端子、これは何かこれはですね、充電器に接続されるやつです。外部からですね、充電器の端子が来て、ここにコネクトされると。それがこういうふうに出てきて、で、リレーがありましたね、この部分には。このリレーが閉じたり開いたりすると。で、さらに出てきて、 ここにモーターから引き出した線に接続されますフィルムキャパシタはこの図の中には書いていません実物と回路図の対応はこんな感じ詳しく見たい人は一時停止を推奨します回路の動作を説明するためにもう少し分かりやすく回路図を直すとこうなりますここが充電器の入力このネガティブ側は共通になっています この充電器がが接続されるととリレーが閉じますとそうしますとこのモーターの巻線のインダクタンスを昇圧コンバーターのインダクターとして使っているとでここの電圧がですねバッテリー電圧が 653V ですので 800V 程度までは昇圧する必要があります。 この iONIQ5 のインバータはほんとうまいことを考えたなと思うんですけどこのモーターを回すためにインバータを使いますしこのモーターとインバータを使ってバッテリーを充電するための充電器としての役割も持たせてしまうとこういった非常に頭の良い作りになっていますただこのモーターの発熱というのは気になるところです今日はこのフィルムキャパシタについて詳しく重点的に見ていきます まあこの入力が3端子もありますしあとは絶縁で紙のようなものが使われていますこれについて解析しましたまずフィルムキャパシタについて X 線を使った透過写真を撮影しましたこれが上から見た時の写真横から見るとこんな感じですキャパシタは中に4つ入っていました一番左にあるのが充電時に使われるキャパシタそしてその右に2つ小さなキャパシタがありますこれはコモンモードノイズ対策用の Y キャパシタです フレームグラウンドに接続されますそして右側に大きいキャパシタがありますがこれは SIC MOSFET のモジュール用の平滑兼スナバキャパシタですコモンモードノイズ対策用の Y キャパシタがこの中に入っているっていうのはテスターを当てた解析だけですと少しまあ中に入っているというのを当てるのは難しいですね。 実物と回路図の対応はこんな感じです詳しく見たい人は一時停止してください次はフィルムキャパシタに使われている絶縁子についてですフィルムキャパシタに接続される銅のバスバーにはバッテリー接続時には 653V 充電している時の電圧はさらに高くなりますその電圧の絶縁というのをする必要がありますがこの IONIQ5 のインバータはなんと紙でやっています 電気自動車のバッテリーの高圧化というのはますます進んでいてこの絶縁というのが今後ますます重要なテーマになってきますですので今日はこのフィルムキャパシタの絶縁について詳しく見ていく必要があります肉眼では細かい構造までは分からなかったので今回は電子顕微鏡を使いましたこれが絶縁子の表面を電子顕微鏡で撮影したものです表面は特に繊維状のものは確認できません 拡大していくとククラッののようなものが確認できますさらに拡大すると表面はこんな感じ何が何だかよく分かりませんが表面は紙以外のものでできていそうです一番最初の写真に戻りますけど左の部分で表面が向けて繊維状のようなものが見えていますということで次は断面を確認してみますこの電子顕微鏡に資料をセッティングして条件を合わせたりするのも意外と時間がかかります 同じように電子顕微鏡で断面を確認するとこんな感じ多層構造になっています一番上に表面の層がありますその下に繊維状の層が確認できましたその下に明るい層がありますこれは多分接着剤でしょうそして真ん中の層に均一な断面を持った層がありますおそらくこれが絶縁のメインの材料です多分 PETPET ですね あとは PEN ポリエチレンナフターレートとかそんな材料でできていそうですただ今回は車載用で耐熱性が重要だと思うのでもう少し耐熱性のある材料を使っているかもしれませんが詳しいことはわかりませんこれは考察ですがフィルムは絶縁を保つための層繊維質の層は絶縁と強度を保つためのものそして一番表面の層これについてはよくわかりませんでしたがおそらく強度を保つためのものかと思われます 絶縁紙の材料としてタフクイーンとかあとはノーメックスとかそういったものが使われることがありますが今回それを使っているかどうかまでは分かりませんでした次こちらがパワー半導体ですインフィニオン製のハイブリッドパック 6-in-1 の SIC m o s f ットのモジュールです でスペックは 1200V200A 12バッテリーの電圧が 653V、まあ、充電時には 800V 近くまで上昇することを考えれば、まあ、この程度の定格電圧は必要ですで中身はこのように透明のポッティングゲルで覆われています結露防止ですで見てわかるように SIC のチップがいくつか並んでいますけどもチップ面積小さいですねやっぱりこのモジュールの裏面を見てみると水冷の冷却フィンがついています このインバータを設計する時にこのフィンも一緒に設計するのかと思ったのですがどうやらインフィニオンが標準で冷却フィンをつけて販売しているみたいです付加価値としてインバータの設計をなるべく簡単にできるようにするインフィニオンの戦略かと思いますというわけで今日は韓国ナンバーワンの自動車会社が作った電気自動車 i o n i ク5のインバータを分解しました 特に難しい作りをしているとかそういったことはなくて中身はかなりシンプルな構造になっていますただインバータにモーターを回すメインの役割プラス充電器としての役割を持たせているそこが今までとは違っている点ですインバータは電気自動車に使われるコンポーネントの中でも割と汎用性の高いものまあコモディティ性の高いものというふうに認識しています ましかしこうやって実際に分解してみると各社インバーター自体をなるべく小さく薄くしようとしたり今回のような充電器としての機能を持たせて付加価値をつけるまそういった工夫もしているのだなというふうに読み取れます。 前回は中国製の激安50万円の電気自動車のインバーターを分解してそして今回は韓国ナンバーワンの自動車会社のアイオニック5のインバーターを分解しました次回以降もです、ね、名古屋大学山本先生の研究室からインバーターを借りて分解していきますぜひ楽しみにしていてくださいそれでは最後まで動画のご視聴ありがとうございました T シャツ販売中詳しくは概要欄から